皆さん、えー、こんばんは、えー、直言極変の時間です、えー、今日皆さんご存知のように、えー がが国国ののの岸田総理と中国の習近平主席が会談をししてその成果が発表されました今日はこの問題についてお話ししますが、まず冒頭に言いたいのは、この日中会談が日本が中国に侵略をされる、そういう誘発をするきっかけとなること、その危険性を皆さんにお話ししたいと思います。 というのはですねよく首脳会談というのは会うことに意義がある会ってお互いに気心を知ったり、まあ、そういうどういう人間か分かるというこういうことをお互いに知ることによって、まあ、友好関係あるいは平和を保つそういうきっかけになるだから首脳会談をやらないよりもやった方がいいと、まあ、こういう言い方を一般論としてはされるわけであります果たして本当にそうでしょうか えー、この論理で言えば、えー、お互いに腹を割ってとよく日本の政治家が言うんですけど腹を割って本音でぶつけ合えば、えー、お互いにその立場を理解し合って、えーまあ、外交関係が良き外交関係へとつながっていくところが、えー、私が今日言いたいのは習近平はそんな球ではないということであります。 先日米中関係会談が首脳会談が開かれましたバイデン大統領と習近平主席が会談したわけでありますこれについても本当にこの二人で気心が知り合って腹を割って話し合って米中がうまくいくようになったんでしょうか私は全くそうとは思いません えーまあ、あのいろんな面がありますから外交というのは一個だけに断定するとかそういうことは避けなければなりませんが、えー、これもまた私は習近平がアメリカと中国がぶつかった時この大統領バイデンさんというこういう男は一体何をするのかどこ,どこまでやるかどこまで自分に歯向かってくるかというかですねどこまでそういった、えー、腹の据え方がしてるか。 気力があるか、胆力があるか、こういうことをむしろ、えー、表面上の理屈は違って、えー、そういうものを見抜く、あるいは見抜き合う、そういうものが、首脳会談の一つだと思います。えー、先日、えーまあ、岸田総理の、えー、日中会談、その前に G20 でカナダ首相とトルードー首相と会った習近平は何を言っ,てったか。 呼び止めて「あんたこれ言い方いろいろあります日本語はお前という言い方もあるし言うという言い方はねこれ分かりませんけどあんたのあんたと昨日ちょっと非公式の会談やったけどもそれ筒抜けじゃないかなんだよこれどうどうしたんだよってこういう言い方したわけでそれはいやそういうつもりはない」そしてカナダの首相は「我々の国はこういう表現の自由報道の自由を大事にしてる」。 もう言い方しましたけど、えー、これは全世界に映像として流され、まあまるで説教しているような、脅しているような、そういう姿の習近平の姿があのまあ世界中に配信されたわけであります。これが中国の姿勢であります。でバイデン大統領との会談その前にありました。それだけの自信を持って、実は習近平は カナダの首相に説教をたれたそしてその勢いで岸田総理と会ってこう言ったわけです岸田総理が東シナ海において中国が我が国というか日本の主権を侵害するようなこういう行為を行っていることはこれもよくないとこう言うと中国は何と言ったかいかなるものの いいかななるる口実による中国内,部内政への干渉を受けけ入れない明言したわけですつまりいかなるものこれはアメリカも含めて全部ですそしていかなる口実による日本の場合で言えば尖閣諸島は日本のものだ固有の領土だここには領土問題なんか存在しない、まあ、一応外務省は表向きはそういう形でホームページも載せているわけであります。 こういういい口口実実かなる口実ですこんなものは中国の領土である尖閣諸島あるいは台湾こういうものについては全くあの干渉を受けない文句を言わせないはっきりこれ言ってるわけですそして台湾や人権の問題これも自分の我が国の固有の問題である内政の問題である だから台湾に口を出すなアメリカね日本についても東シナ海では何だって余計なこと言うんじゃないお前のところ尖閣も俺のとこのもんなんだから余計なこと言,わ言うなとこう言ってるわけですそして今言ったようにこれが現実に言われたことですで石田さんはねあのこう言ってたわけですよ 中国の問題について岸田さんは「日中は地域と国際社会の平和と安定に重要な責任を有する大国だ」と「協力の可能性とともに多くの課題懸案にも直面していると」とこれ言ったら何かねあれなんですよ皆さん覇権主義的行動をいめてるってことになだどこでいめてるんですかあ、ね 東條信はよく「あんたは大事な重要な責任を持った大国なんだからね協力の可能性とそして多くの課題がその,もうその大国にか,かけられてるんだよ」ってこれこんなのどこの国とも全部言えるじゃないですかアメリカとだって言えるロシアとも言える朝鮮とも言える台湾とも言える当たり前のこと言ってるだけなんですそれを自分ではさも中国に言ってあげた言ってあった 俺は言うべきこと言ってきたよみたいな方この,この知性というかですねこれ何でしょうかね皆さんね中国ははっきり俺のところに口を出すんじゃないとは言ってるわけですよ全く成果はゼロどころかこういうことを抜け抜けと最後にも言わせてるえこ,うてこれしか我々の国は言わないまさに超降国俗国ですねこういう言いい言方ですえ親分 親分,親分は大変重要な役割を持ったあのお責任あるお立場の方なんだからまあそのねあの今そういう立場にある方で今いろんな問題があるじゃないですか親分に関わる問題も。って言ってるだけなんですよ。<laughs> ね親分は偉い人だで俺もそれなりに立場があるんだと。その中で いいろいろあの問題がいろいろあるよとそれだけ言ってるだけなんですよおあんたと私には。ほんたにどんな国でもどんなやつでもととお前もそうだよって言ってるんですよお前も含めてアメリカも含めてうちの問題に口なんか出させないぞとも言ってるわけですトルーノ首相にあのこういわゆる首脳会談っていうのはお互い様の会談ですから。 それ合議の上で発表する発表しないっていろいろ違うんですけれどもこういう形であの世界中の面前で一国のカナダというあの一番のトップをです、ね、こういう形で自分の説教を垂れる相手のように扱うこれがね単なる偉そうにした習近平の傲慢独裁体制を確立した習近平の自信これだけで解釈するならまだいいんです。 まあこれははそそういういに解釈すするる人ででしょう、まあその通りですと同時にこれはアメリカとの会談が終わったりした後の問題つまりバイデンさんと米中会談をした一応世界ナンバーワンの国のアメリカと、ね、会談した後の習近平の態度なんですつまりバイデンさんがまあ認証が入っているとかですね 中間選挙で勝ったから立場が強くなったと思ってバイデンさん大ニコニコでこんなに言ったわけですよそしたら見抜いたんですけどこいつはもともと昔から腰の抜けた腹の座らない大統領だったあこれなら台湾をやっても大丈夫だ台湾に自分が手を出したら、まあ、いわゆる軍事侵攻をしたらおそらく本当にこの大統領選次の大統領選挙の前に なるべく早くやりたいと思っているのが習近平だと思いますけれどもまあそうならないことを願っておりますけれどもまあそういうことを決意中国の国内事情が悪くなればこれをやる可能性がかなり高いでこういう状態、えー、誰かが言ってましたけど台湾侵攻はあるかどうかではないこれが日本の政治家のバカな連中です。そんななことより台湾侵攻があるかないかいで よりも中国がいつやるかこれをもう研究検討して対応を考えなきゃいけない、まあ、こういうような議論の仕方を提起したこれ赤瓶さんだったかなというようなことがありますその通りですそして習近平は今米大統領の胆力や対応の人間をもう一回確認し直したあこいつなら大丈夫だそして 同時にもう一つ台湾の隣接する国日本これは日本が本当に真剣に中国の台湾侵略に立ち向かうアメリカと共にこうなったら困るわけですけど見てみたらあやっぱりこういう男だしあの岸田というのはあこれは大丈夫とこういうような形になって合わない方が良かったんです。 会うなら本当に命がけであんたが尖閣とかこういうことをやり続けるなら我々も核武装するよといつも私が言ってることですけどそれを通告する習近平にいやこれ会わない方がよかったなこんな言葉を言わせちゃったらまずかったなと言わせるぐらいのことをきちんとやらないと今日昨日北朝鮮が ICBM まあ、いわゆるアメリカの本島には届きそうなつまりそういう大陸間弾道弾こういったものを実験して日本の e z 戦艦水域に落としたもう大変なことでありますでまた今回許しがたい暴挙っていうだけなんですよ。 我の国はもう対応しななきゃいけないけ対応するということはもう核武装しなければいけない時期が来てるかもわからない核武装の検討もせざるを得なくなるこのままこ,こ,これではこのぐらいのことが言えない首相はもうやめさせなきゃいけないということです。昨日も、えー、討論討論の中で言いましたらぜひ中国習近平体制の討論を見ていただきたいと思いますけれども今言ったように。 われわれは台湾に中国人民解放軍がいろんな形で侵攻して台湾を占領しようとするウクライナ状態になった時私たちはどうするんでしょうか中国はこう言います通常兵器で、えー、中国軍に歯向かってきてもわれわれは核兵器であの日本をあの、まあ、やっつけるとこういうふうにはっきり言っていますさあ台湾の国民が 信仰にっって戦って戦るウクライナで偉そうにウクライナ頑張れなんて言ってた保守の人たちマスメディアよしやれと自分はどう言うんでしょうそしたら「台湾頑張れよし俺も頑張る」武器を送るんでしょうか食料を送るんでしょうかお金を送るんでしょうかもっと言えば自衛隊を送るんでしょうかおそらくできもしないことを遠くだと思ってるから言ってた。 東アジアジで我々は台湾の国民が自由を奪われ虐殺されそして戦い続けているそして黙っていたら台湾は中国のいわゆる虐殺あの植民地併合されるそういう運命になっているそういうことが起きた時我々は戦うんでしょうか文字通り私たちの自由とか民主主義とか 偉そうに言ってきたそういう戦後保守のいい加減な嘘っぱちの態度これが問われてくる問題でありますだからこそ今核武装が必要だこれを言うことが必要だ国連に訴えて対話の独立を認めようこういうことも提起するのもいいでしょうでもその代わり中国のものすごい反発 中国本土にいる十数万と言われるような在留邦人、企業、こういうのはみんな全部チャラにする覚悟をしなきゃいけない、そのぐらいの覚悟は今、日本の政治の中に求められている、中途半端な平和主義、この今言ったように、えー、責任を持っている、ねえー、国際社会の平和と安定に、えー、重要な責任を有する国だ。 全然責任を負ってないじゃないかと日本はつまり我々がその戦略的な軍事的経済的政治的なそういうものを動かすだけの覚悟例えば金融によって中国を押さえつけるアメリカと協力してこういう覚悟はあるのかありません全くありません政治家も4分の3は親中派です経団連はまた金儲けのためなら全部 OK 中国様々になってるバイデン政権は実は強硬なことを言いながら中国とべったりになってる下でつながってるハンター・バイデンというバイデンさんの息子が承知をしてます親中美中派のこうなった時私たちが本来の本当に日本の自主独立日本の誇りを守るなら相手を攻撃するとは何だという軍備を何だしていかなきゃいけない とかいろんなこと言い方ありますがまずその以前に我々は子どもの未来国民の命を守るためには核武装の準備もしなければならないこのことを強く言う中国は自制しなさい私たちが核武装をあえて今までしなかったのは世界の平和と地域の安定こういったものに寄与するためにじっと我慢をしていたしかしお前がこういうことをやるなら我々は 核武装せざるを得ないとこれが本当の意味でのアジア東アジアあるいは世界の平和と安定に貢献する責任ある平和大国の日本のあり方だということを改めて言わなければならないと思うわけであります、えー、皆さんはどうお考えでしょうか串先だけの政治これはもう通用しない そういう時代が来てしまいました。誠に悲しいことですけども、平和の夢を語られる時代は終わったことを私たちは引き受けなければなりません。それは日本のためです。日本の未来のために私たちは今立ち上がらなければならない、行動に起こさなきゃいけない、そういう時代が来てしまったことだと思います。今日は以上です。